皆様こんにちは、ヤンガスです。今日はカタカムナについて、ね、皆さんに簡単な説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずそもそもカタカムナって一体何かっていうことですが、日本に1万年以上前にあった古代文明とも言われていて、発見されたのが平安時代にまで遡るのですが、芦屋道満という、まあ、有名な陰陽師の人がいます。いました。それで芦屋道満が六甲山のね、金長山っていうところにね、登った時に石板をね、カタカムナ文字で書かれている石板を発見したことから始まります。それを全部で3巻、ね、巻物に移しました。それで守っていた、まあ、芦屋道満というのは安倍晴明の、ね、ライバルでもあった陰陽師で、うん、映画だと真田広之が、ね、演じた役ですね、うん、その芦屋道満さんが発見されて今に伝わっています。でそれを代々守ってきたのが平東寺さん、平に十字って書いて平東寺さん、通称トモンジさんという人が代々守ってきたわけです。それを昭和30年代に奈良崎さんが見つけて、あ、奈良崎さんが平東寺さんに会って、3巻あった巻物のうちの1巻を写して、それで独自に研究を進められて今に伝わっています。でここで大事なのは、カタカムナっていうのは2つの大きな流れがあるということ。1つは奈良崎さんが昭和30年代から研究を始めて現在まで伝わっている流れで、これは奈良崎さんの後の宇野さんという女性の後継者がねいて、それでまた現在にまで伝わっているんですが、その流れが大きな流れが一つあります。でもう一つは平東寺さんから後継者である訓練寧言の伝承者でもある菅さんというスピリチュアル界で有名な人ですが、菅さんに三巻の巻物全部受け継がれてっていう、そっちのね、正統の流れっていうか、そっちがあります。ただそっちは今のところまだ世に出ておりません。僕たちが理解、あ、僕たちが接する機会があるのはその3巻のうちの1巻の研究、奈良崎さんの流れを組んでるそっちの方の研究を、まあ、今は目にすることができますが、菅さんの方の3巻全部ね受け継いでる方はまだ世に出ていません。でこの前菅さんがおっしゃってたのですが、カタカムナについて知りたければインターネットとかで検索すればいいよって言ってたので、奈良崎さんが時間をかけて、まあ、解読して現在に、ね、受け継がれている解釈がほぼほぼ合っているのではないかなという感じを得ました。なのでまあ、皆さん今結構カタカムナをねやってますが、いろいろ勉強する、ね、機会もあるし、それで自信を持ってやって大丈夫だと思います、はい、っていうことがまず簡単に言います。まあ歴史はそのくらいにしておきまして、じゃあカタカムナって何っていうと、まず目に見える世界と目に見えない世界の2つを対象にしているということですね。現在 の、 あの例えば物理科学っていうのは、まあ、ほぼほぼ目に見える世界、最近やっと素粒子とかね、そういうところまで来ましたが、波動のところまで来ましたが、ほぼほぼ目に見える世界のことを扱っていますということです。でカタカムナではそれを、カタカムナのことを相似小学と言いますね。これっていうのは現在でいうフラクタル理論、複雑な図形も実は
細かく見てみると、あるなんか簡単な図形のね、相似形になっているっていうのと似てるなって僕は思ったんですが、要は宇宙、極大なマクロでいう宇宙、極大ですね、あと極小、ミクロでいうところの、例えば分子、電子、素粒子、そういったものが同じような、ね、構造でできていて、同じような振る舞いをしているっていう、それを相似性学と呼んでいます。これはすごいキーです。スピリチュアルにおいてもこの相似性学の考えを持ってるのと持ってないのではもう理解度が全然違ってきますので、全てはこの相似性学の仕組みでできている。あらゆるものも、一番でかい宇宙から一番 ちっちゃいもう目に見えない世界の、ね、方まで、そういうものでできていると思っています。でそれを文字で表しているのがカタカムナ文字。カタカムナ文字っていうのは大きな丸と小さな丸と、あと縦線横線で表されています。はい、まずそれ基本ですね、覚えておいてください。はい、それ で今日は第7章をちょっと紹介 しようかなと思っているので、第7章をちょっと読み上げてみますと、マカタマノアマノミナカヌシタカミムスヒカムミムスヒミスマルノタマ。これが第7章です。じゃあ簡単にね、ちょっとこれすごい、これは結構そのフラクタル理論でいうと宇宙全体の仕組み、あるいは二元性、二元性っていうのは、まあ、字で書くと二元性、こういう字を書きます。要はどういうことかっていうと、相反する、例えば火と水、プラスとマイナス、太陽と月、男と女みたいに相反する真逆の性質を持っているものでこの構成されているっていう仕組みですね。この宇宙、僕たちがこの存在している宇宙全体がその二元性の中に存在している。物質と波動とかね、物理でいうとそのニュートン力学と量子力学みたいな、そういう相反するような仕組みの中にいるんです。光でいうとその物質的な性質と波動の性質と両方を持つとかね、光と闇とかね、そういう全く真逆なものからなっているという性質を持っています。でそれがどんどん循環しているという仕組みになっている、そのことを伝えているのがこの第7章です。で第7章を使って今ヒーリングをやっている丸山先生っていうお医者さんがいるんですが、その方はすごい、なんだろう、うまくカタカムナを使って、治療とかをされているなって思って、でカタカムナを使うと今までのね、何が違うかっていうと、一瞬にしてヒーリングできます。で僕もヒーリング長いことやってきて、末期がんになったのもそれで治ったりとかして、 人のがんを、ね、まあ、消したりとか、割れた爪を治したりとかも今までしてきたけど、まあ、割れた爪を治した時が一瞬で治ったんですが、それがその新しいその瞬間ヒーリングっていう、その、まあ、カタカムナは僕は使ってないんだけど、一元性っていうとまたちょっと分かる、宇宙のなんか愛とかラブとかワンネスの仕組みのことを一元性、まあ、何もそういう区別がない、覚醒状態の時のねエネルギーを一元性、そこから二元性っていうのを作ったんですが、
その一元性のそのラブとかワンネスのエネルギーをこっちの二元性に持ってくると瞬間に治っちゃうんです。でカタカムナのヒーリングっていうのもそれとほぼ同じだなって、同じ作用もあって瞬間に治ってしまうっていう。今までやってたヒーリング、僕まあ手かざしとか霊気とかでやってたわけですが、そっちは結構やっぱり時間がかかります。どうしてもエネルギーを通してあげるのに時間がかかる。でいろいろ急所とかね、場所が決まっていて、やり方も結構めんどくさいし、でも瞬間ヒーリングで、うん、その量子力学とかそっちの方を使うと一瞬で治ってしまうっていう経験もできます。まあ今日はヒーリングの話じゃないのでそれはちょっと置いときますが、でこの第7章にはどういう意味があるかっていう話をします。でそもそも目に見える世界を現象界、目に見えない世界を線象界、この赤と青で示しています。で僕たちはが普段勉強しているのは現象界、体験しているのは現象界、線象界のことはあんまり分かってません。でカタカムナでは現象界、宇宙全体をアーマと呼んでいますね。大きい球体と考えてアーマと言います。でその現象界を全体を取り仕切っているっていう存在がもちろんあるということになっていて、それをアーマーのミナカーニュシと言っています。アーマーの方の目に見える世界の方の、まあ分かりやすく言うと神様みたいな。ってことはこの戦勝界の目に見えない方の世界にもその対極がいるっていうことだね。で天の皆神主高みむす日神みむす日っていうのは、まあこれが神道で言うと天の皆神主と高みむす日神むす日と言いますが、これがまあ3つのなんか神様っていうことになってる、古事記に出てくるよね。どういうことかっていうと、まあ、分かりやすく、ちょっと分かりやすいかどうか、こういうふうになって、まあこっちが僕たちのいる地球だとしましょう、3次元で、こっちが高次元。二元性っていうのはエネルギーが実は循環してるんですよ。高次元から降りてくるエネルギーが高み結びで右回転で物質化してくる方ですね。時計回りに降りてきて、高次元からだんだんこの次元に降りて物質化して物を作るエネルギー、それと逆の左回転で上に上がって次元を上がっていくのをカムミ結び、左回転か、カム、アマとカムというんですけど、カムの方に向かってエネルギーが進んでいく、左回転で上がっていくエネルギーですね。それをカムミ結び、結びっていうのが、火っていうのが霊とか力とかそういう、それを結だから、まあ、結ぶとかね、あるいは生まれるとかそういう感じで、エネルギーが、向きがそういう、ことに右回転と左回転で無限循環しています。それをカタカムナでは天の皆神主高みむす日神みむす日と言って、でミスマルの玉っていうのがその無限循環しているエネルギーの状態ができること。でミスマルの玉っていうのは双玉の玉って言われて、最初のマカタマのっていうのがマガタマですね。マガタマっていうのは半分だけでしょ、形がもう半分つけると円になりましたよね。で、まあ要は陰陽のまあそのマークなんですが、陰陽のマークのマガタマの丸くて太い部分真ん中にあるちっちゃい円っていうのが
陽だったら今度陰に反転して極小の陰になって、そこからまただんだん陰が大きくなって、今度極大になって、今度陽に入っていくっていう、この高みむすひと上みむすひがぐる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 という無限循環して、高次元から低次元、あるいは低次元から高次元っていう、まあ、二元性の世界を無限循環している仕組みのことを表しています、簡単に図で書くとこうなってます。で、僕たちはその真っ只中にいて、今まではこっちの現象界の言葉しかわかんない。で、まあ生きてる間は3次元、死んだら4次元に行くんだけど、4次元もまあ僕的にはこっちの現象界とほぼほぼ思っていいです。5次元以上の本当の高次元の世界を戦勝界って僕的には思っている。なので今までは この中の話しかわからない。やっと最近2012年以降扉が開いて、こっちの戦勝界の方とやっと交流ができるようになりましたねっていうこと、そういうのが第7章に書いてます。マカタマっていうのはまあマガタマだけど、マカ不思議のマカっていう意味ももちろん入ってるのね。でカタカムナっていうのは日本語の元なので、日本語の昔の意味みたいな全部入ってる。あとそういう古事記の神様の名前とか土地の名前、国づくりでこうやってなんか日本がどんどんできてきたみたいなのが大体書いてあるよね。でそれをたどっていくと、あこういう意味だったのかっていうのも書いてある。でその大事なこの二元性、対極性の性質を持っている、対抗性とも言うと、対極性対抗性の相反する性質を持っているっていうのは非常に大事です。あと男とか女、男性性女性性っていうのも書いてあるけどね、それは今も言ったように土地の名前みたいな感じでね、男性性のことをさぬきと言います。女性性をあわと言います。これはまあさぬきっていうのは、まあ、四国の方のねさぬきうどんのさぬきだよね。あわっていうのは淡路島の泡でしょ。でそっちの方は日本の土地でも古くから一番古いねく、まあ、できたと言われていて、それが男性性女性性のさぬき泡という名前になる。淡路島の泡でもあり、泡の歌っていうのがまたちょっと、これはカタカムナじゃなくてホツマツタエの方のね押して文字だけど、そっちの方とも関係する。あわっていう、あと和の中にも実は右回転左回転っていう意味があるけど、それはまた別の機会、仏間伝えのね時の話でやろうと思う。まあ要はこの第7章にはこの二元性の現象界と戦勝界、高次元の戦勝界の無限循環のエネルギーの仕組みのことを歌にしているっていう、この短い歌の中にこういう意味があるっていうね。マカタマの天の中主、高みむすひ、上みむすひ、ミスマルの玉っていう、そういう歌になってます。まあ雰囲気だけでも分かってもらえればいいかな、そのこういうことを歌にしてるんだよっていう、まあこれが分かるとその、まあ、宇宙の仕組みの基本、あるいは高次元の仕組みの基本、いろいろ分かってくると思いますね。だからどうも僕たち今は3次元という一番下の次元にいるので、高次元の存在たち、宇宙人とか神々たちをなんかすごいとして敬ったりしてる場合もあるけど、いやいや実は僕たちは一つのエネルギーから
こういうふうに今どこにいるかってぐるぐる回ってるだけだよっていうのを分かってれば、別にそういうなんか自分を卑下する必要もないし、あるいは自分はみんなと違って特別だって思う必要もないしね、みんな一つのとこから来てぐるぐる回って今どの次元にいるかっていうだけなんです。そういうのも分かってくると、うん、なんかだんだんとこの宇宙の仕組み、高次元の仕組み分かってくると思います。まずはこの二元性の右回転で物質化して、ね、現象界に来て、でそこからまた今度は左回転で高次元に上がっていって、それがぐる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 と動いていますよっていう仕組みを、ね、それがカタカムラにも書いてあって歌にもちゃんと書いてありますっていうのを今日は分かってもらえればいいかなと思います。では今日はこの辺で失礼します。またお会いしましょう。